ですね、1番目のバズスポット。そのね、もともとここだったっていうのを聞いたんですよね。浮き橋っていう謎の橋なんですけど、ちょっとゆらゆらしますね。やってまいりました、スピチューブ。今日も謎スポット第3弾、玉島にね来てます。あんまりね玉島も、そんなに YouTube で行く機会もないんで、まあ1回とか2回ぐらいしか行ったことないんですけど、ちょっとね玉島の街ですかね、商店街とかその辺にの謎スポットをちょっと探していこうかなということで、やってきました。そうですね、まあ玉島って言っても歴史が長かったり遊郭があったりとか、そういう歴史もあるんで、まあ、港町っていうのは結構有名なんですよね、この辺。まあね、そういうとこを中心にね、今日はね、回っていこうかなと思います。それでは、スピチューブ始まります。1番目のバズスポット、これですね、このお寺の下に、そのね、もともと防空壕だったっていうのを聞いたんですよね。今セメントと岩で埋めてますけど、
ちゃうぐらい。コンクリートブロック、ドラム缶出てきた。ドラム缶置き橋っていう謎の橋なんですけど、ゆらゆらしますね。そんなに深くない。というわけで今日の謎スポットを終わりたいと思います。やっぱりその歴史が長い分あって、
結構歴史に関したそういう謎スポットが多いかなと思います。はい、というわけでもうね、玉島の町自体その昭和レトロっていう、観光で推しているんで、またタイミングが合えば玉島の方に行ってみてください。それではまたね、スピチューブ謎スポットやりますんで、その時はねまたよろしくお願いします。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。